こちらハース信用が売りだ、純度 100% ヒップホップパック。こちらハース信用が売りだ、純度 100% ヒップホップパック。はい、どうもひろきチャンネルです。久々に一人画角で頑張ってますよ。ですね。今日どこですか、ここは。今日は、美濃輪にあるミラサクレックムエタイスクールです。すごいっすよ。ウィラサクレックって言ったら K1 もそうやし、いろんな団体のいろんなチャンピオンがおるとこなんですけど、そのチャンピオンいっぱい出るわって感じっす。ほんまにやばい。で、これね、とりあえず今んとこ4日間かな、4日間寝泊まりして練習するんですけど、今2日目で、で1回神戸帰って、まあ仕事というか、まあ YouTube とかいろいろ終わらして、また1週間来るんで、普段してる練習がアップかなと思うぐらいしんどいです。今までこう僕もいろんなとこ、そうですね、一緒に来させていただいていたんですけど、はい、やばいっすね。まあまあ、そのいろんなジムはジムでいいとこあるじゃないですか、うん、やっぱ頭を使った練習やったりとか、スピードが活かせる練習やったりとか、ここはもうなんか技術はもちろんですけど、生物として強くなる練習ですね。ゴンナバー見てもらったら分かるんですけど、ちょっとだけ多分この動画でゴンナバーとやっとも分かると思うんですけど、ちょっと流すんで。やばいっすね。やばいっす。やばかったでしょ。やばかったです。おかしいです。いや、もう怖いっすわ、ゴンナバー。でもゴンナバー相手がね、次の試合が相手がサウスポーなんで、まあスパーリングパートナーとしては多分一番じゃないですか、同じサウスポーとして。はい、まあ、階級も近いということ でみんなあったかい人で、めちゃくちゃみんな優しくして、めちゃいい人たちでしたね。めちゃくちゃ優しいです、全員。ただ練習はいっぱいさせられるだけで。朝起きて、まずミットの後で目覚めるんですよ。目覚めて顔洗って練習着に着替えて、真下にジム行って練習3時間ぐらいして、ご飯食べてお昼寝して、でまたミットの後で目覚めて、またやるみたいな感じです。辛いっすですね。はい、まあこんだけ練習しないとベルト取れないと思うんで、ベルト取るためにちょっと頑張るんで、その様子を皆さん見てください。ではどうぞ。めっちゃ余裕そうっすね。朝とこの夜の練習で30分飛んでますよ。でも普段してる練習が全然。会長、次のトーナメント、ヒロキ、勝てますか？勝ってないとできないからね。もうバチバチお願いします、本当。本人期待で。男は辛いよ。ちゃんと格闘家です。いや、謎の線でいいかって言われる。でも、悔しいじゃないですか。アマゾネスっすね。やばいっすね。でも、あの手前のこう、ケイトミノサクレックって言って、はいはいはい、クラッシュとか出てる子、めっちゃいい試合するんですよ。この前出てました。この前出てたっすよね。膝いいですね。膝とハイキックやばいっす。なんか記事してる。やばい。
ということで、夜ご飯です。はい。すごいタイ料理。料理がめっちゃ美味しいんですよ、僕。めちゃめちゃインスタ映えみたいな色してます。そうっすね。なんか僕、タイ料理食べれるんかなと思ってたんですけど、僕食わず嫌いなんで、でも全然美味しくて。いただきます。ちょっとチャーハン食べてみるんです。食レポなんか前してましたよね。あ、してましたね、焼き肉。あ、みんな美味しい。美味しいっすか？うん。あ、めちゃくちゃ美味しい。めっちゃ食いたい。減量中のあんま食えない。うまそうっすね。あ、辛っ。辛いっすか？はい。そうっすね。めちゃめちゃいい匂いする。やばい、これ。めっちゃ美味しい。辛い？美味しいです。頑張ったいかい。アッパー。うん。いっぱい食べると減量中ね。はい、ということでご飯食べて、今からちょっと喋っていきます。練習しんどいっすね。そんなことないんでももうすごい練習、音楽アニメ追い込みしてもらってます。ありがとうね。はいこれでもいっぱい喋ってくれならモタンっすよ確かに。もうなんか絵面がもうほんとすごいですよ。なんかね、はい、ちょっと緊張してるのかな。ヒロキビラサクレックになってます。ゴンちゃんこれ何無視された。ヒロサクレック。ヒロサクレック。モンコンです。モンコン、頭にいつもつけてるやつ。だいぶ年季入ってるっすよ。うん、おすまと心王様の心血合いを頑張って。怪我ないようにこれ使わない。怪我がないように。そうそうそう、お守り。ちょっと待ってね。
これ、ヒロキにプレゼント。プレゼント？いや、これ頭つけるやつ。そうそうそう。これで。これ金貨じゃん。ね、これバギアね。おお。これかはこれ他の頭つけてる。はい。入らない。あ、そんな結構無理やん。なんか遊びハムにつけていいもん。似合うとおすか？似合う。似合ってます。全然似合ってますよ。マジ？はい。ヒロサクレックになってます。ヒロサクレックなんで。あ、なんで締めたの？ダメだ。違う。一番までダメなことしてない。これお守りでしょ。お守り。お守り。嬉しい。これね。すごい、でもこれめっちゃ年季入ってる。何年？何年ぐらいか違う。いい子マニー。初めてで15歳の時なんで、15歳、今18歳だから13年くらい、13年前でこれ。これはもうちゃんとタイのお寺で。そうそうそう、お守りで。あ、でも、あ、まだ出ない。猫じゃらしやと思う。猫じゃらし嬉しいですね。じゃあこれちょっと次の週つけます。頑張ってください。これもちゃんとお祈りしてるやつ。そうそうそう、もらうしかないもんね。そうです。ありがとうございます。あれ、ช่วยยืดหยุ่นใจว่าบางทีเขาก็ต่อยไม่ถูกบางทีเขาต่อยมาเราบางเราก็ไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยなんか試合する時でなんかたまたまでなんか怪我しないみたいな感じとか、なんか自分で怪我しないみたいな、あ、なんか逃げられるみたいな感じで。マンディーハゴも。避けれるってこと。そうそうそう、避けれる。マンディーハゴも、เราเป็นหลายคน。ああ、たまたまなんかいろんな人いるみたいな感じする。マンディーハゴもีอะไรกำกับบ้างอยู่ในใจของเรา。ก่อนจะขึ้นเวทีทุกครั้งที่ก่อนขึ้นเวทีต้องกราบเวทีก่อน。わかとと。今通訳待ち。ああ、ごめんなさい。通訳待ちね。ごめんなさい。なんか試合出る前になんかちゃんと、お守りで、なんだっけ、怪我拾わないのに、そうそうそう、ないようにするから。なるほど、うん、この色で衣装作らなあかん、うん、これのタイ国旗みたいだね。お、うまい。え、タイ国旗ってどんな色で、赤、白、青、うん、ああ、なんかタイ国旗ね。これで衣装作ります。次っすか。間に合うかな。いや、まあ、無理じゃないですか。ちょっとこれでつけて。でも、アニゴミ、ペンホン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 、日本のお守りも。これも、日本のお守り。あ、日本のお守り下げていいの？いや、日本を防備た、防備た。ダメ？いや、大丈夫。大丈夫だから。だから、いろいろ、ケンケン。お守りは何でももう、ね、何でも入れて、怪我をないように、もう、好きな、大事になってる。すごい、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、頑張って。なんか逆に聞きたいこととかなんかないんですか、お互い。なんか僕この2人の関係性とかって。ここっすか。そうです、結構。あ、ゴンちゃん、ね、みんなわかんないじゃないですか。あのクラッシュの、うん、いや元チャンピオンじゃないですか。今かけてるベルトをゴンちゃんが返上して今僕らが争ってるんですよ。はいはいはい。で、まあ、全チャンピオンとして誰が優勝するかっていう予想をゴンちゃんしてるんですよね。うんうん、で、あの優勝予想してたよね、動画で。誰やった？優勝するのは？あれな、マスルカのサトミ。サトミ？サトミ。サトミ言ってて。いや、最初の話やね。今あなた会って、ほら、正論の。今は？ヒロキかな。もう勝てない。私天。あや、天。左と左の。今ずっとスパーリングパートナーしてるね。7円勝ったら、あなたはボクいい、ボクボクウィル、フックに近い、うん、いい。いい感じ？フックいい？フックアッパ？で、で、で。ありがとう。こんな感じです。コージ似てる？そうだね。いつもコージなんかいいよ。コージさんもここ来るんですか？来てる。たまに？試合前、違う時間ですもん。え、泊まり込み？泊まり。あ、泊まるけど、家近い。ということです。OK ですか。ありがとうございます。頑張ってね。頑張ります。ありがとうございます。頑張って。頑張ります。体調おいしい？
おいしいよ食べなよ食べないよ、美味しかったけど食べろよ、うん、ママ寂しい寂しいよ、帰るにまたすぐ帰ってくるよ早くうん、早く帰るねねえ、みんな寂しいなうんねえ、ハッピーね、メッキーの日和日和美味しいよ、うんはい、ということで合宿終わりましたあの、身の輪が変な土地は思われるからあみんなでね、喧嘩自慢終わりにあの、挨拶してまた14日、ベルト取るために来るんでまぁ、今回ね、あのめちゃくちゃレベルアップできたと思うんで14日からまた1週間かけてレベルアップしますんで皆さん、試合楽しみにしてくださいまたね